ボーンマスはイングランド南部ドーセットの南海岸に位置する都市である。ドーセットの最大都市で人口は約16.8万人。1 1キロメートル続くビーチや温暖な気候からイギリス有数のリゾート地として知られる。隣接する都市プール及びクライストチャーチと共にサウスイーストドーセット都市圏を構成し、これらを含む人口は約40万人となる。 イギリス各都市の住民にその街での生活が幸せかを尋ねた2007年のイギリスで最も幸福な街調査でボーンマスは回答者の82%が幸せと答え1位となった。ボーン川の河口を意味するボーンマスの名が地域名として記録に初めて登場するのは14世紀である。18世紀までは荒れ地に過ぎなかったが1812年に 同セット義勇の受け兵団の将校、ルイス・トレゴンウェルが地主ジョージ・タップスより土地を購入し、移住。この一帯を保養地とする計画を立てたトレゴンウェルは、結核に効くとされていた松を植樹し、いくつかの貸し別荘を建てた。この試みは、結果的に成功しなかったものの、トレゴンウェルが亡くなる1832年には、別荘や家屋が点在する証拠ミュニティとなっていた。 今日トレゴンウェルは、ボーンマスの創設者とされている。タップスの死後、土地を相続した息子のジョージ・タップス・ジャービスがさらなる、街の発展に着手し、ボーンマス最初のホテルを建設したり、著名な作家を招いて滞在させるなど、リゾート地としての知名度の向上に尽力した。1856年には今日外のシンボルである、ボーンマス桟橋の原型となる長さ30メートルの、 桟橋が設置された。1870年に鉄道が開通すると、街は急速に発展し、ミッドランドやロンドンからの秘書客で賑わいを見せるようになった。1880年には1万7000人だった。人口は1900年には6万人に跳ね上がり、多くの芸術家や作家が滞在した。20世紀に入ると中心街に、多くの劇場、カフェ、ホテル、 アールデコ様式の映画館が誕生した。第二次世界大戦中は大規模な爆撃からは免れたが海からの侵入に備えて要塞化された臨海地区は深刻な損害を受けた。歴史的にはハンプシャーの一部であるが1974年の地方行政再編により同セットに編入。1997年より単一自治体の地位を獲得した。 ロンドンから 170km 南西に位置する。西オプール、東をクライストチャーチ、北をイーストドーセットと接し、南はイギリス海峡に面している。ストゥア川が北端、東端に自然境界を形成し、都市名の由来でもある防音ーー川は町の中心を分断するように進んで、イギリス海峡へと注ぐ。世界遺産のジュラシックコーストは西に位置する。 南海岸に位置するボーンマスは年間を通して比較的温暖な気候に恵まれており夏の平均気温は12摂氏22度冬の平均気温は1摂氏8度である年間降水量は約800ミリメートルでイギリスの国内平均である1126ミ、mm、リメートルより少ないイギリス平均より10%高い95%の就業人口が サービス産業に従事する。製造業は隣町プールで根付いたためボーンマスでは衰退しており、就業人口の2%に過ぎない。ボーンマス経済の中心は観光業であり、年間4.4億ポンドの収益がある。2020年5月、2019、新型コロナウイルスによるロックダウンが解除されると、大勢の観光客が海岸線に繰り出し話題となった。 海岸線にほど近いボーン川両岸に形成されたショッピングストリートは大部分が歩行者天国となっており、ブティックやカフェ、アクセサリーショップが立ち並んでいる。東部のボスコム地区にはアンティークショップや露店が、西のウェストボーン地区にはブランドショップやインテリアショップが集まる。ビクトリア様式のアーケードも各所で見られる。北部の郊外には 発するポイントショッピングセンターと呼ばれる大型商業施設がある。ボーンワス三橋7マイル続くビーチやビクトリア町、エドワード町建築の街並みで知られる。かつては現役引退後の生活を楽しむ保養地というイメージがあったが、現在では中心街にクラブやバー、レストランが立ち並び、若者がナイトライフを満喫できる街としても人気がある。また、 語学学校が多く、主要な語学留学先として、多くの留学生が訪れる。地上から見た、ボーンマス・アイ・ボーンマス・インターナショナル・センターと、ボーンマス海洋水族館セントピーター教会内に、あるメアリー・シェリーとその家族の墓、ボーンマス大学と、アーツ・ユニバーシティ・ボーンマスという二つの大学があり、いずれもキャンパスは、隣町プールにまたがっている。ボーンマス大学は、 イングランド南部で最も規模の大きい大学の一つとして知られている。また語学教育が盛んな町としても有名なボーンマスには多数の英語学校があり、留学生の語学研修先としても人気がある。プレミアリーグ所属の AFC ボーンマスというフットボールクラブがあり、チェリーズの愛称で親しまれる。ウォータースポーツが盛んで、風の強い日には多くのウィンドサーファー、 カイトサーファーがサーフィンを楽しむ。ボーンマス東部のボスコムにはヨーロッパ初の人工サーフィンリーフが建設されたが、現在安全上の理由により閉鎖されており、回収作業が行われている。中心街から少し離れてボーンマス駅が街の東部にポークスダウン駅がある。街の西側の住民には隣町プールのブランクサム駅も利用される。 ロンドンウォータールー駅まで約1時間50分。バスを利用する場合はロンドンまで約2時間30分。ボーンマス国際空港は中心街から車で20から30分の場所にあり、イギリス国内及びヨーロッパ各国にアクセスが可能。ありがとうございます。